七尾市の NPO 法人が開いたこの学術集会には、全国から産科医や助産師などおよそ270人が参加しました。この中で、七尾市にある慶寿総合病院の新井孝成医師が、元日の地震で甚大な被害に直面した能登でのお産について報告しました。お産を扱う能登の病院で唯一ライフラインが維持された慶寿総合病院では、地震発生後も奥能登からの妊婦を受け入れていましたが、新井医師は職員自らも被災する中でどこまで継続できるか常に判断を迫られていたと当時の心境を振り返りました。こうした中、研修プログラムを通じたネットワークや災害医療の支援団体から産科医や助産師47人が支援に入り、慶寿総合病院では地震からの3ヶ月間で19人が無事出産しました。新井医師は能登のお産を守った支援に感謝を伝える一方、今回の能登半島地震では行政や学会を通じた人的支援を得られなかったとして今後の課題を指摘しました。